ワールドドローム2006よりスタートした新クラスがこのトランザムクラス。トランスアメリカ、すなわち大陸横断と名付けられたこのクラスは、レギュレーションで指定されたブラシレスモーター、スピードコントローラー、そしてリチウムポリマーバッテリーを使用することが義務付けられ、ギア比も完全に固定された超イコールコンディションのクラスだ。したがってハンドリングとライン取りが勝敗を分けるスリリングな展開が楽しめるクラスと言えるだろう。お茶の水大抜刀おかげに金馬中ハイキ選手は8周目にインカップ出ましたね。11秒1秒ハイキ選手のレースを落となっております。残り時間30秒となっております。トップタイムが2番手には今度となります。さあ岡選手の車はどの辺を走っているのでしょうか。さあ滝沢選手10秒021、このギリとはなかなか10秒の壁が。さあ、タイムアップ、トップは第3弾、第4弾。